日本の皆様、こんにちは。私は、ピッパチャンジョンの社長、ジョンヨンです。今日は韓国で、種がないユジョの茶を作ります。これが、種がないユジョです。このユジョを半分すると、このように、う種がない、 見を見ることができます。この湯状の中にはあ、ビタミンが入って、ちょっと見てください。もう、もう、種がないから、種に行く成分が、全部ビタミンのように、うん、ビタミンの水が入ってあります。種が一つあることもある あるし、もう90、90%は、種がないユジョです。もう、これは、全然ユジョの種がないですけども、これは、一つの種が出ましたね。あ種が1、一つは、一つと、種がないユジョだから、その成分は、全部、ビタミンです。 あそのビタミンのお茶は、本当このように、あちょぐるあ茶をちょぐることができるから、本当味、種がない以上の味は本当いいです。美味しいです。あ私のピパちゃん女の,方の お客様の中には <laughs>、種がない <laughs> ゆじゃ茶を、湯女町、湯女のお茶を飲む人が多いから、うん、注文がたくさん、うん、ありますあ。この種がない湯女の大きいのは、あ一般的な湯女のようには大きく ないですけども、半分ぐらい、小さいですけども、うんもう種、種がないからね、呃、湯順の中に入ってあるビタミンの水がたくさん入ってあります。この味はね、本当あビタミンの、もう味のように、まあ、まあ、第一美味しい、まあ、まあ、茶だから、皆様、 種がない油状のお茶を飲んでください。その値段はね、2kg に、一般的な油,油状のお茶は、日本のお金で1500円くらいです。今、韓国で。けれども、種がない油状は、2kg に3500円ですけども、ちょっと高いでしょう。それでも、 多い人たちが、種がない湯潤のお茶のお味が美味しいですから、それを注文する人が多いです。ね、皆様うん、種がない湯潤の木を作ることも私の仕事だから、種がない湯潤のお,お茶を飲む人たちは、ピッパチャンジョのおね、 ビパャンジョょ農音に、お、お、電話をください。どうもありがとうございます。